皆さんこんにちは。あなたは人は変われると思いますか？それとも変わらないと思いますか？世界中で行われている性格に与える遺伝的要因と環境的要因の研究によると、人の性格は遺伝と環境が半々に作用していると考えられています。つまり家族との関係、学校の環境、職場の環境などが性格形成に大きく影響しているということです。科学的には人はどんどん変わる可能性があるということです。1936年デール・カーネギーは著書「人を動かす」の中で人を変える9原則について記していますのでご紹介します。ぜひ実践してみてください。もし少しでも参考になりましたらチャンネル登録をしていただけますと大変嬉しいです。1. まず褒める。他者からの一方的な注意や指摘は通常不快感を与えます。しかしまず相手を褒めることでその後の指摘や注意が受け入れられやすくなります。これは人を動かすための最初の一歩とされています。まず相手を褒めることは歯科医が局部麻酔をするのに似ているとカーネギーは言っています。 2. 遠回しに注意を与える。直接的な指摘は避け、間接的な方法で相手に気づかせることが重要です。これにより、相手は自分を否定されたと感じずに済み、指摘を受け入れやすくなります。子どもの勉強に対する意欲を上げたいときは、次のように言ってください。お父さんもお母さんもお前の今学期の成績が上がって、本当に鼻が高いよ。そして来学期も同じように勉強を続ければ台数だって他の科目と同じように成績が上がると思うよ。 3. 自分の過ちを話す。相手に対して謙虚な姿勢を示し、上から目線での指摘を避けることができます。これにより相手は自尊心を傷つけられることなく指摘を受け入れやすくなります。人に小言を言う場合、謙虚な態度で自分は決して完璧ではなく失敗も多いと前置きしてから注意をすると、相手はそれほど不愉快な気持ちになりません。まずは自分の誤りを話した後相手に注意をしましょう。 4. 命令しない。命令されると反発したくなる心理があります。質問を通じて相手に自ら気づかせることで相手は自分で決めたと感じ行動を変えやすくなります。頭ごなしに命令するよりも質問をしながら相手に自分が考えて行動するように導く方法が有効です。この注文を裁く方法はありますか？納期に間に合わせるにはどんなやり方があるだろう？作業時間と人員配置をどうしたら効果的だろう？このような質問が有効です。5. 顔を潰さない。相手の面目を保つ。人は自尊心を持っており、人前で恥をかかされたり叱られたりすると自尊心を傷つけられたと感じます。相手のプライドを尊重し面目を保つことが重要です。たとえ自分が正しく相手が絶対に間違っていても顔を潰すことは相手の自尊心を傷つけるだけに終わります。 6. わずかなことでも褒める。わずかな進歩でも称賛することで相手はさらに良くなろうという意欲を持ちます。この原則は人を変えるために非常に効果的です。我々には他人から評価され認められたい願望がありますが、心のこもらない上辺だけのお世辞には反発を覚えます。心の底から出る褒め言葉だけが効果的であることを忘れないでください。本書は社交術を説いているのではなく新しい人生の在り方を教えてくれています。人を変えようとして相手の中に隠された宝物の存在に気づかせることができたら別人を誕生させるぐらいの価値があります。批判によって人の能力はしぼみ、励ましによって花開きます。ですからわずかなことでも惜しみなく心から褒めるのです。 7. 期待をかける。実際以上の評価を伝えることで理想の姿を示し相手のやる気を刺激します。これにより自発的な行動を促すことができます。良い評価を与えられると評価通りになろうと思い期待を裏切る前と努力をするようになります。 8. 激励する。改善点を分かりやすくし簡単にできると思わせることで相手を励ますことができます。これにより相手は変われるという自信を持ちます。子供や夫や従業員をバカだとか脳なしだとか才能がないとか言って罵るのは向上心の芽を摘み取ってしまうことになります。
大いに元気づけ、やりさえすれば容易になれると思わせ、そして相手の能力をこちらは信じているのだと知らせましょう。そうすれば相手は自分の優秀さを示そうと懸命に頑張ります。9. 喜んで協力させる。相手が喜ぶ提案をする。相手が喜ぶような提案をすることで、相手は自発的に行動を変えることができます。これにより、相手に影響を与えることが可能になります。あるお店に値札を何度もつけ忘れる店員がいました。経営者は彼女を呼んで、今日からあなたは値札係の主任になっていただきますと言いました。新しい肩書きを与えられた店員の仕事ぶりはガラリと変わりました。このような方法は子供騙しに感じるかもしれませんが、ナポレオンも同じようなことをやっていました。彼は18人の大将に同時に元帥の称号を与えることで喜ばせて協力させたのです。以上の9原則は、人間関係の改善、指導、コミュニケーションの向上に役立つとされています。カーネギーの教えは、ビジネスだけでなく、日常生活においても非常に有効です。本日は以上です。最後に合言葉です。現状維持は衰退。早くやろう、たくさんやろう。人に優しく、仕事に厳しく。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。